帰ってきた緊急クフクフニュースってことでね、かなり久しぶりのクフクフでございますけど、わーこれなんかね、あのバイデンのバカ野郎がもういきなり戦争したとかいう噂をね聞きつけて、ちょっと緊急クフクフを読みたいと思うんですけども、米軍がシリア空爆、大統領の指示、日テレニュース24中アメリカ国防総省によりますと、アメリカ軍は日本時間26日朝、シリア東部にあるイランを後ろとする武装組織の施設を相次いで空爆しました。バイデン大統領の指示だとしています。国防総省によりますと、空爆はイラク北部アルビルにあるアメリカ軍の基地近くへのロケット弾攻撃など、最近相次いだ攻撃への報復だとしていて、イランを後ろとするイスラム教シーア派の武装組織カタイブ・ヒズボラなどが利用する複数の施設を破壊しました。国防総省のカービー報道官、バイデン大統領の指示による空撃であり、アメリカと同盟国の兵士を守るという明確なメッセージとしています。やられたからやり返してる、倍返してる感じでね、バイデンの倍返しが始まってるんですけど、あのバイデンね、どのくらいボクボクしてるのか、本物なのか何なのかちょっとわからないんですけど、まあこれからね、ちょっと戦争に入るしているという感じで、ちょっと気をつけなくちゃいけないですよ。中国もね、何を仕掛けてくるかわかりませんから、それに対してアメリカはね、どうするなんか、アメリカと中国がね、もうバイデン大変かもしれません。ということでね、ちょっと日本もね、なんかボクボクボクしてるのと、あとなんかね、ゴムマスクの噂というかですかね、そこら辺もね、近づいてきてるんですけど、まあまだ日本は安全だろうなんて思ってるとね、いつかなんか危険な目に遭いますから、皆さんもう誰も守ってない、自分の国は自分で守るしかないんですよ、自分の命は自分で守るしかないんですよ。この羊のメッセージを残す。では皆さん、お気をつけください。